平成22年3月20日から25日の5日間、春の熊本お城祭りに、阿蘇のご当地グルメであるだご汁、ハヤシライス、赤い阿蘇激辛道場が参加しました。春の熊本城、城内には約800の桜が咲き誇ります。その中で行われた熊本うまいいと大集合、参加地域は県内の11の地域、それぞれの特色を生かしたうまこもんが勢ぞろいしました。特設会場のテントの中には、所狭しと食のブースが並び、各地域のご当地グルメを求め、たくさんの人々が集まりました。その中に、初参戦した阿蘇のご当地グルメ、阿蘇のハヤシライス、阿蘇だご汁、赤い阿蘇激辛道場。ハヤシライスはギャラリー兼阿蘇高原ミルクソースを加え、温泉卵入りのまろやかな味わいの一品です。阿蘇だご汁は郷土料理花火師、阿蘇で生産された旬の野菜とこだわりの団子が人気の品となっています。赤い阿蘇激辛道場は定番のカレーに激辛スイーツ、フランクフルートや激辛のコラボで生まれたマグマカレーパンを販売しました。美味しいです。コクがあって赤味噌の味がすごい。赤味噌だよね。飲んでごらん。天候に恵まれた日はテントの外にあるお食事処がにぎわい、熊本城を訪れた方々に阿蘇のご当地グルメを堪能してもらうことができました。